鎌倉女子大学は、神奈川県鎌倉市大船六丁目一番三号に、本部を置く日本の私立大学である。1959年に設置された。創設者は、松本翔太。学校法人鎌倉女子大学が経営。1933年に、松本翔太が、横浜市神奈川区に設立した京浜女子、家政理学専門学校を母体とする。 1945年に鎌倉市岩瀬にキャンパスを移転した後、1959年に京浜女子大学を設立した。1989年に校名を現在の鎌倉女子大学に変更し、1999年に鎌倉市大船にあった小畜大船撮影所跡地を取得し、2003年から大学院、大学、 短期大学部の大船キャンパスとして使用されている。なお、岩瀬キャンパスには併設校の鎌倉女子、大学中等部、高等部、鎌倉女子大学所等部、鎌倉女子大学幼稚部が置かれている。学部、大学院ともに、満23歳以上の社会人特別選抜枠が設けられている。現在、大学、大学院は、大船キャンパスが利用されているが、 その他に山内学者と二階堂学者がある。なお山内学者、二階堂学者とも鎌倉市内にある。近年の歓迎栄養士国家試験の合格率は下記の通りとなっている。ありがとうございます。